サングラスかけても汗出るやん。毎度西成5時ですわな。風走っとらんな。長いこと喋るからやろな。長いこと喋るからお前風走らへんやん。そうかな。みんなわしの顔見たら体調あるのあるやろな。他の動画見とるのかみんな。数が走らん。まったくと言うていいほど YouTube 初めてこれぐらい。うん、重い話な。考えたら考えると出てけへんしな。記憶をたどってやな。知恵の時とあの重い話あれへんしな。小学校1年生も陰気な小学生やったしな。小学校1年の時はな、1年上がって小学校上がってですぐにお前親父引っ越してまいったからやな。わしお前チャリンコでお前小学校1年の時お前通っとって、で引っ越する時におもちゃをな処分するやろ。そこでおもちゃな、商売人やの大阪人は。小学校1年からお前そのお前昔住んでた家の前にやな、おもちゃいっぱい並べてやな、10円とか20円だよな。近所のやつを集めてやな。売りつけとったっちゅう話やわ。どんだけエグいねん。小学校1年生のすることがいいねんの。な。で、小学校2年上がって、それまではお前、坊ちゃん坊ちゃんで育っとるやんけ。の。でもね、小学校上がって親父が足張ろうてやな、拳銃がやり始めて、ほんで引っ越しちゃって、具合悪いやろ、そんなとこにおったらな、いつまでも。ほんで引っ越しちゃって、で小学校2年の時にやな、わしお前もう今の中がな、小学校へ変わってやな、その引っ越した先の校区の小学校に変わってやな、転校生やんかい、いじめられたぞ。まだ気弱かったからな、その時は喧嘩も強ないし、K ワンザカの歌を歌うとるな。あれ、あ、K ワンザカになっとるわ。いつの間にか K ワンザカの若い時歌っとるわ。まあ、ええけどな。あ、私も若い時は K ワンザカやってんけどな。ごまんじゃるよ。アート姉ちゃんのごまんじゃる。アート姉ちゃんのこんばんは。嫌味か。5秒ストップ、ステップやんな。いじめられとった小学校2年の時な。ほんで
その産休、前にも話したけどやな、3人が赤ちゃんお腹大きくなったやな、産休に入って、ほんでその代わりの先生が来て、それが宮島先生、それからな、宮島先生が足いじめられてることに気づいてやな、ほんで、まあ、いじめはなくなったんやけどな、ほんで、まあ、小学校1年、2年では暗い子やったんや、どっちか言うたらな、3年生の時に、牧野先生言うてな、小学校3年生の時に牧野先生言うてな、あれは IQ は高かったから、 IQ はな、ちょっとびっくりするぐらい高かったから、うん、それこの子に本読ませろ言うてな、その3年の時の担任の牧野先生が、ちょっと本の名前忘れたけどな、本を読むことを覚えたらこの子は伸びるから言うてやな、前触れる前や、ほんで本好きになったんや、で本が好きになって、まあ、今邪魔くそって読まへんけどな、もう老眼やし、ほんで、3年生は結構な明るい子にだんだん変わってきて、勉強はもう嫌いやったけどな、やっぱり割り算で焦げてるから、掛け算は何度かクリアできてんけどな、ほんで4年生でまたきっつい先生に当たったんや、男の先生で、きっつい先生に当たってな、3年の時に仲良かったやつとか、5年6年でまた一緒になってんけど、4年生の時はもう連れ一人もおれへん、4年生はまあまあ普通やったけど、5年の時、小学校5年の時にタバコを覚えてもらおうてな、学校に持って行っとったからな、タバコ、5年6年と持ち上がりやったはずやね、藤田先生言うて、ほんで5年6年はまあまあ普通に学校はな行っとったけど、6年も行っとったけど、ほんで中1の時が沖縄出身の先生やった前田先生、真実の真に栄えるという字に田んぼの田で前田って、前田先生って。ほんで、中心の時にな、よそのクラスの子やけど、好きな子できて、年中にで一緒になって、思いっきりやんちゃんしとったけどな、やんちゃんしとったけど、その子の顔は見たから、学校は行っとった。まあ、朝一番から行けへんけどな、3時間目か4時間目ぐらいから行って、で帰ろうや、一緒に帰ろうや、で3年になってまたバラバラになって、なんなん学校実は行く意味あれん、勉強しちゃってしゃあないしの、割り算できる人間がお前中学校の勉強できるわけあれんじゃな、ほんでも学校行けんなって、寿司屋でバイトしよったよ、まあ今日はもうこのぐらいにしようかな、な、まあ明日あれしようか、また会おうか。
すごい勢いで、六畳のピアノマンさん、動画すごいと思う。ずっとな、仕事帰ってきてからな、レビュアーの仕事やっとるから、だから、動画上げへんけど、それ10本書き上げたら、動画連発しちゃう。いや、サラリーマンやりながらでも、レビュアー10本、レビューで10本書いて、ほんで1時間ぐらい前から、今がもう、何時やねん。10時半やろ。いうことは9時半ぐらいにはやな、6時か7時に帰ってきて2時間ほどで10本ほどレビュー書いてやな。ほんで9時過ぎぐらいから動画連発してんよ。真面目な人やからな、まあ、見た目もさ分かるやけど、真面目な人やからな。酒飲むか飲まんのか知らんけど、確か一人もや。あれ集中できるわな。スマホ YouTuber やこの人も。スマホでやってはんねん。編集はパソコンで編集して、で動画アップしてね。ほんだら、みんな、お疲れさん、今日は。な、ゆっくり寝てや。ちょっと明日の天気は調べてへんから、ちょっと弱がらんけど。で、いつまで K-1 とか音とんねんな。ほんなら、みんな、ゆっくり休んで、起きる。西成5時ですわ。ほなまた明日、今よ、大喜利に。バイバイ。おやすみ。バイバイ。